新美肌研グランプリ2020にご参加いただきまして誠にありがとうございます。新美肌研グランプリ2020、大手化粧品メーカーポーラが8年前に始めた県別ランキングを今回さらにバージョンアップさせました。メーカーが長年にわたり蓄積したビッグデータを活用し、膨大な肌データを細分化、総合と14の部門のそれぞれ上位3件が発表されました。その頃、島根県庁では担当課の職員が発表の瞬間を待っていました。島根県は初代王者に輝いて以来、おととしまでの7回のうち5回も首位に輝いたディフェンディングチャンピオン。去年からは美肌県島根を前面に押し出し、タピオカブームにも乗っかって旅行キャンペーンを展開。さらには県庁の地下食堂で美肌県島根ランチの提供も始めました。まずは部門別の順位から発表です。第1位は島根県。島根県は10年後20年後の美肌のための力を示す肌ポテンシャル部門で1位を獲得しました。そしていよいよ総合順位の発表。果たして結果は。石川県です。おめでとうございます。石川県です。おめでとうございます。総合賞で上位に、3位までに入れなかったことはやっぱりちょっと残念だなと思う気持ちが率直な感想なんですけれども、肌ポテンシャル部門ということで、そこに1位に1位と、あと、ケアナレス部門でも2位をいただきましたので、その部分についてやっぱり嬉しく思います。総合順位は石川、秋田、山梨の順でした。そこには入ってなかったんですか。残念。今まで1位だったのが1位は残念ですよね。1位じゃないの。なんか残念ですね。でもやっぱり細かく分析されてより良いなんか結果が出たのかなって思いますけど。美肌の湯で有名な玉造温泉の化粧品店に結果を伝えると。じゃあランク外ということですね。3位まで以外のところ、ショックです。住んでるだけで潤う県に違いはないかなと思います。一方、今回のグランプリで躍進したのが鳥取県です。鳥取県は部門賞において4部門で1位、1部門で2位をいただきました。ありがとうございます。2年前には43位だった鳥取県、今回ベスト3には入らなかったものの、透明感、ホルモンバランスなど4つの部門で1位となり大躍進。県庁からオンライン発表会に出演した観光親善大使も大喜びです。びっくりしましたし、嬉しい気持ちでいっぱいです。鳥取県の豊かな自然や美味しい食べ物は美肌にすごく影響があるものだと思います。島根、鳥取ともに存在感を見せつけた新美肌県ランキング、3位の美肌度を存分にアピールできたようです。